明治大学泉キャンパス。明治大学泉キャンパスとは、東京都杉並区永福にある明治大学のキャンパスである。法学部、商学部、政治経済学部、文学部、経営学部、情報コミュニケーション学部の1、2年生。明治大学では1923年の関東大震災で駿河台校舎が全焼したことから、強愛な駿河台を離れて郊外に移転すべきだとの提案があり、理事会は小平移転を一度は決定したが、評議委員会や校友会などから異論が噴出して、移転断念となった。井上徳太郎、京王電車沿線名所税。その後、駿河台では記念館などの再建が進んだものの、教室の教床問題が根本的に解決されたわけではなかったため、1930年1月28日の評議委員会で、四日校舎の和田堀町泉新田旧火薬庫跡地への移転を決定した。同地は江戸時代から武士書館の御苑肖像があった場所で、維新後も陸軍省の火薬庫敷地として利用されていた。なお、同地の買収の際に、京王電機機動社長、井上徳太郎の尽力があったことが知られており、1935年には四日校舎の最寄り駅として、明大前駅が開業している。買収後は、泉総合グラウンドとして、先行使用され、野球部の合宿所も、駒沢から移転した。1934年3月24日に、四日校舎が竣工、翌月の新学期から、余科の授業は始まった。その後、1939年までに、武道場、講堂、図書館も順次整備されていったが、戦時中には、軍の徴用によって余科は再び、駿河台校舎に移転することになり、1945年の空襲では、駿河台よりも甚大な被害を受けるという苦難にも見舞われた。戦後は、文系語学部教養課程のキャンパスとなり、平成期に入ると新たに、情報コミュニケーション学部と国際日本学部の全学年がこの地で学ぶこととなったが、中野キャンパスの開設により、国際日本学部の全学年と情報コミュニケーション学部の3、4年生は泉を離れ、現在に至る。泉ゆか校舎、泉第一校舎、現在の泉図書館、泉キャンパス正門、明大前駅、京王線、井の頭線、明大前駅。1930年から1960年まで存在した明治大学硬式野球部のグラウンド。1937年春から1938年秋までの6大学リーグ4連覇、秋山、土井時代と呼ばれる黄金期は泉時代の出来事である。また、戦後間もなく神宮球場が占領軍に接収されていた時期には、東京6大学野球の公式戦が泉球場で行われたこともある。明大余科の泉移転を記念して、1934年11月1日から5日間にわたって行われた余科移転再建体育デーを起源とし、戦前は余科祭、戦後は泉祭の名で慣例化されていた。ありがとうございます。